はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつざわりょうじでございます。七子様、白猫ともと様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ちょっと恐縮するぐらい多額にいただいてしまいまして誠にありがたく思います。ありがたく頂戴して政治活動資金の方にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。昨日打った抗がん剤の副作用が昨夜から出てですね、百クリが止まらず昨夜はあまり眠れませんでした。これ吐き気の前の段階で百クリで収まってるんだと思います。でちょっと胸クソ悪くてですね、今食欲がゼロで、ゼリーとかヨーグルトとか食ってしのいでおります。なんかぽやーんとしてますけれども、政府がネット回線の海底ケーブルの分散化に着手だそうであります。500億円の予算をつけてですね、今年から事業者を募集する方針と。背景にですね、事故か故意かわからないが中国船がケーブルを切断する事案があると、政府関係者がこのように言ってったそうであります。産経報道ですね。ネットの反応です。分散はいいことだ。ついでに敵船検知海底網の拡充も、これ日本は領海にですね、網目のように集音マイクついたケーブル張り巡らしてありまして、敵の潜水艦とか軍艦とか来るとすぐ分かるようになっております。こちらも拡充必要でしょうね。絶対濃いだろう。怒りのような刃物を薬につけ海底を引きずるように航行してるんだろう、という意見がありました。絶対濃いだな。敵意むき出しだし絶対濃いですよなんて、中国の船による切断しか報告されてないっていうのは事故とかだったら不自然でしょ。なんで中国ばっかり、他の国も船もやりそうだけどね、事故だったらね。これ事故ではないと断言できますね。中国によるものしか報告されてないんじゃね。故意だとすれば我が帝国への攻撃ですよね、これね。ネット回線なんて重要だもん。戦争はもう始まってますね。個人的に、私的にはですね、YouTube に繋がらなくなっちゃったら、すげえ困りますよ。これ、中国によるケーブルの攻撃は、何としてもやめさせてもらいたいな。切断されるたびにですね、こまめに、中国の海底ケーブルも切断してですね、報復するっていうのが必要じゃないでしょうか。やったら必ずやり返されるって学習すればやんねくなるでしょう。事故か故意かわからないなんつってる時点でのんきすぎますよ。中共のようなですね、悪意満々の相手には疑わしきは報復でちょうどいいんじゃないですか。ネット回線切れちゃったら困る人いっぱいいますよね。私も困りますし、まあ、なぜテレビがねえからね。あと携帯も止まりそうですけど、止まりそうですしね。去年11月に開催されたマイクロソフト主催のですね、マイクロソフトオフィススペシャリスト世界学生大会でですね、福岡県の高校2年生の中園亜美さんがエクセル部門のチャンピオンになったそうであります。日本の高校生がこの大会のチャンピオンになるのは初と。高校生すげえなー、感心しておりますけどね。私実は Mac しか使ったことなくて、Excel って何ですかってレベルなんですけどね。完璧に世の中に置いてかれてますよね。やばいな。予備校や塾の大手東進ハイスクール調査、何らかのプログラミングができますと答えた中1が 55.3%。 これちょっと私驚きました。ぬはー、若者ほど優秀って持論
持ってんですけど、私はここまでとは思いませんでした。日本の未来は全く心配ないですね。我々年長者が余計な口出ししなければ、余計な口出ししなければ、任せて口出さない、これが難しいのは承知してますが、まあ自分の修行と思ってね、私も後輩の獣医の手術の指導とか言ってまあやらしてみるんですけど、途中見てっと下手くそでイライラするんですよね。やっぱ初心者はさ、思わず手出したくなんですけど、まあまあそこをグッとこらえるのは大変なことですよ。メンタル強くないとできないですけどね。まあ中にはですね、とっかえして、土下なんつって自分でやっちゃった方が早いし綺麗なんつって、まあそれだとね、後輩が育ちませんしね。まあ自分の修行だと思って、口は出さない、任せるっていうのも、まあ年長者の務めかと思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。